間に合うかな。私9時発の便だと思ったんですが8時10分だった。幸いなことにとりあえず成田空港までの成田エクスプレスの切符が切ってありますから、あと4分で発車するんですけど、それは間に合います。で、国際線の搭乗手続きは1時間前らしいんですが、20時10分発なので16時1分の到着であれば一応間に合うはずです。まあ、列車も幸いなことに遅延がなかったのでなんとかなりそうですけど、搭乗手続きというのは通常なんかインターネットからでもできるらしいウェブチェックインというのがあるんですが、今回私もその対象かどうかまずは確認します。ちょっと特殊な買い方をしてますので、それから成田空港の第1ビルから出るのか第2ビルから出るのかも確認しておかなければいけないですが、確か全日空は第1ビルだったはずです。ちょっとね、今日ばっかりはね、これはさすがに乗り遅れるとまずいんだ。だから余裕を持って空港には2時間前に着くようにしていたつもりだったのですが、それが1時間時間を勘違いしていたので結局1時間10分前の到着となってしまったのでした。でですね、これがその日程情報、まあ、私ツアーで申し込んだんですが、これを見た限りだと自分でその手続きの会場なんていうのカウンターのところへ向かえばいいんだな。それまでに間に合えば大丈夫ということですが、それが締め切りは成田空港の場合1時間前だということなので、空港について猛ダッシュすれば間に合いそうですけれど、逆にウェブチェックインというものは対象外なのかな。今ちょっと全日空の公式サイトを開いたんですけど、予約番号と名前を入力すればいいみたいだな。予約番号なら私持ってますよと思ったんですけど、ここに書いてある予約番号はツアー自体の予約番号だったみたいで、これじゃダメだ、買ったお店に聞くしかないな。でもこういう焦りも、まあ、とりあえず今のところ誰にも迷惑をかける見込みはないので、まあ、個人的に一人焦ってればいいわけですが、気楽な焦りで、その、ね、焦りを楽しむ上でこの夕日っていうのはなかなかいい演出のような気がしますね。こう夕日に駆り立てられて急がなければならない、そういうふうなことを思うとなんかね、旅も楽しくなってきます。しかしさすがに今回は乗り遅れてしまうとかなり問題ですから、今その旅行会社に電話してみたんですが、まあ、今回は全日空の方に電話で問い合わせをして、当日の緊急連絡先に、こういう状況なんですけれどもと相談をさせてもらうそうです。まあ、ただ今回は多分そこまで緊急と言えるような状況ではないと思うんですけどね、まあ、普通に行けば間に合うはずなんで、まあ、ただ一応念のため挨拶ぐらいはさせていただいた方がいいかな。ちょっと悪いですけどね。まもなく千葉に到着いたします。こういう急いでる時に限ってね、直行便じゃないんですよ。途中千葉、四街道、さくら、成田、停車型の便になってしまいました。まあ、夕方だとね、成田エクスプレスを使って通勤をするお客さんをまた乗せるために成田エクスプレスの停車駅が増えるんですね。まあ、しょうがないんですけど、なんかこう運が悪いなと思います。羽田空港だったらね、あの飛行機も向こうに見える飛行機も羽田空港に今向かっているみたいですけど、そしたらこんなに慌てることもなかったんですが、羽田空港には超大型旅客機を止める機能がないそうです。お願いしてた JTB からも連絡いただいたんですが、 ANA ハローツアーというツアー会社、旅行会社、そこに電話をするらしいんですけれど、こういう場合ね。でも今日はもう営業終了したらしいんですよ。夕方の6時回ってますんでね。そうするともう結局連絡をする先はないということになります。 JTB の方のおすすめはそのまま成田空港に直接連絡をするということでしたが、まあ、そこまでには及ばないんでしょう。成田エクスプレスも順調に混雑区間を抜けてくれましたので、時間通り成田空港駅に着くはずです。到着のターミナルはしっかり確認しました。第一ターミナル、また降りる駅、降りる号車、それも確認しました。前方の、まあ、大体8号車付近ではなかろうかと車掌さんに教えていただきました。この辺りには、号車口はないそうです。で、真っ先に降りて、そしてそのまま、改札へ突っ込み、改札を通り抜けて、まあ、そうでないというのは、私今回、有人改札を通らなければならない切符を使っているんですが、ジャパンレールパスを使う外国人の人が成田エクスプレスは多く乗っているはずなので、その人たちが改札口に詰め寄ってですね、でも全然出られないということに なりかねませんので、それを先にいち早く追い抜いて、そのまま走って搭乗手続きのゲートまで向かえば簡単に間に合うはずです。今、成田市の外へ出てきました。向こうに見えるのが新勝寺。列車は遅れなく成田空港に着きそうです。これから先の区間、単線区間となりますから、もしかしたら何らかの原因でちょっとの遅れが出るかもしれませんが、
何事もなく行くと思うんですよね、多分。空港第2ビル、編成の前側に移動して、車内の案内によれば、出口が15車だ。時間通りの到着に、これに助けられました。日本の電車が1分経っても時間にずれないところが頻繁で良かったです。前側の扉が一番改札に近いはずです。前側の扉じゃない、前側の階段ね。ドアが開きます。あと7分で締め切りだ。でも7分あれ間に合うだろう。別に慌てることはないんだけど、たまには慌ててみますかね。なんか北ウイングと南ウイングっていうのがあるらしいな。大丈夫だと思うんですけどね。余裕だって走ってくることもなかった。5分前には間に合いました。いや、まあでもこれはさすがにギリギリセーフってとこかな。もっと質問だったら余裕を持ってきますから。